どうもマサックです。本日はルームツアーの一つデスク周りをご紹介しようかななんて思います。コロナになってからテレワークが基本的なスタイルになりまして、そこからまあデスクを買ったりですとか、ノートパソコンのスタンドを買ったりですとか、あとねデッドスペースにね、まあ、ちょっと収納ボックスとか置いたりしてみているので、そういったところで在宅スタイルとかね、こういうデスク周りのものを探しているとか、そういう人にとって参考になれば幸いでございます。それでは行ってみましょう。はい、ということで早速デスク周りのご紹介していきましょう。 1K6 畳なんでお部屋はだいたいこんな感じですね。ちょっと今ね、なんかオーダースーツとかが届いたりしてきてるので、ちょっと今部屋が乱雑になっています。すごいご了承ください。机があるところはこちらですね。デスク周りがこうなっています。早速見ていきましょう。ちょっとねこのコード周りがかなり汚いのがね、自分としても嫌だなーって思っております。まず机の下なんですが、デスクの下にまずこれね加湿器が置いてますね。これはね寝るときここら辺に頭が来るので、まあ夜加湿をするということで使っておいております。なるべくねこの電源タップの方に湿気がいかないようにしてます。机のさらに下にはこちらですね、くるくるですね。くるくるじゃねえ、コロコロか。コロコロが置いております。まあコロコロもね、まあよくこういったねデスクの、まあ、隅っことかで結構ねゴミとかホコリとか髪の毛がたまるので、まあすぐ掃除ができるように予備で置いております。そして机なんですけどこんな感じですね。デスク周りはこういう風に普段、在宅勤務テレワークしてる時に使っています。一つずつ紹介していきます。まずこちらの机ですね。こちらアイリス大山のアイアウッドデスクになっております。支える足の部分がアイアン素材になってるのかな。錆びづらい素材をコーティングしているものになっております。そしてこの上がまあ木製のなんかこうシートみたいなかぶせた感じで、まあ見た目がウッド調になっているので、インテリアとかにね馴染みやすいものになっているのかななんて思います。で横幅がまあだいたい70ぐらいあるんですよね。なのでまあこの通りですね、MacBook Pro 16インチのパソコンを置いたとしても、まあ、横にここら辺とかここら辺にすごいスペースができるので、小さいといえば小さいんですが、物は十分に置ける、そういったデスクになっているので、本当に場所を取らないんですよね。こじんまりとしたちょっとしたデスクになるので、仕事をする以外にもちょっとした物とかインテリアとかを置くことにも最適なデスクになってるんじゃないかななんて思います。続いてこちらもアイリス大山で買った折りたたみの椅子ですね。こちらちょっとね見た目はすっきりするんですけれども、ちょっと高さがあって、普通にねMacBook Pro 16インチをこの下に置いてやるとちょっと前かがみになっちゃうんで、首とか肩の負担が強くなっちゃったんですよね。なので、まあ、個人的にはあまり気に入っていないんですけれども、まあ今もねしばらくちょっと使っている状態になっています。まあ肩とかね首とかの痛みを和らげるためにどうしようかなって思ったんですが、まあ椅子を買い替えるのもちょっとあんまり嫌だななんて思ったんで、買ったのがこちらですね。ノートパソコンスタンドでございますね。このノートパソコンスタンド、ブランドがこちらですね。見えるかな？ボヤタ、BOYATA、ボヤタというノートパソコンスタンドになります。一応こちらですね。Amazon でもですねベストセラー第1位のものになっておりまして、タブレットとかもどうやらつけることができると。そして角度調整可能で姿勢改善とか腰痛とかでね、猫背解消にも使えますよなんていうことで、折りたたみ式でしかもアルミ合金製で17インチまで対応しているということですね。非常にこれね買って本当良かった。さすがねベストセラー第1位なのかなと思いまして、ちょっとこれ外してみますよ。外してみるとこういう感じ、こんな感じですね。まあ一番後ろにこのね、滑り止めが4つついてて、さらにパソコン側にも滑り止めが4つついているので、置くだけでもねこんな感じで全然滑りません、力を入れても。でさらに大きなね空洞があるので、ここでねあのパソコンの熱を逃がすと。折りたたみがね、まあ、2段調整ができるんですよね。横がこうなってまして、ここをね全部閉じたりとかギュッて閉じたりとか、あとはここの角度ですね、ここの角度も変えられるということで、まあ、2段調整ができるので、かなりね高さとか、まあ、シャドウを調整することができます。非常にこれが買ってよかったと思う。で重さもある程度あるので、こうやって乗せてもやっぱねこうぴったりするんで、へたれないし、もうガッチガチに固めてくれるんで非常にありがたいですね。こう力入れても全然へたらないのですごくいいと思います。ただちょっとネジの部分というか調整する部分がかなり硬いので、まあ女性の方はちょっと力必要になってくるのかななんて思います。あとはこちらですね。まあこれは部屋の照明と、まあエアコンのリモコンなんで、テレワークとかしてるとき、まあ動画編集とかしてるときにちょっと暑いなとか暗くなってきたなと思ったらすぐ調整できるようにしています。
で、まあ、さっきも言ってますが使ってるパソコンは MacBook Pro の16インチですね。一応このボヤタのノートパソコンが17インチまで対応なので16インチの MacBook Pro も十分に収めることができますと。これなんですが、これはもういつもね自分の動画でもご紹介していますアンカーの USB-C ハブですね。エクスパンドコアイーサネットハブ付きのやつですね。 USB-A の差し込み口が2つ、 LAN ケーブルが1つ、 HDMI ケーブルが1つ、 SD カードマイクロ SD が1つ、そしてパワーデリバリーインポートハブが1個付いてるということで、これ1台で全部できちゃうよなんていういいものになっております。こちらもね Amazon とかだと結構ね評価いいね。ほらベストセラー1位なんですよね。 USB-C ハブでベストセラー1位になってます。さらにこちら、このリスの収納ボックストランクカーゴってやつなんですけど、これはねこの衣類ラックとデスクの間にデッドスペースがあったので、このトランクカーゴ22リットルをスタッキングして2つ重ねております。そうするとですね高さがねちょうど合うんですよね。なのでここもねなんかミニテーブルみたいにしてて、コーヒーとか好きなんでね、スノーピークのチタンマグとかにコーヒーを入れてね飲んでここに置いといたりしています。 Wi-Fi 機器とかねパソコン機器とかの横にね飲み物を置いておくとちょっと怖いんですけれども、まあこれぐらい距離あればね大丈夫でしょうということで、ここに置いたりもしています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、ざっとおさらいするとデスクに関しては 1K6 畳なんで、アイリス大山のまあ一人暮らしに向けたですねおすすめされているデスクでこじんまりとまとめていると。で MacBook Pro の16インチ使ってて、まあ画面はね結構大きいんで僕はもう慣れてしまってるんで、これをもうデスクトップ代わりとしても使っていまして、でマウスに関してももうトラックパッドでもうすごく慣れちゃってるから全然買う必要ないなと思って買ってなくて、ただその肩こりとかね、そういう姿勢の悪さでね、こうちょっと肩を痛めたりしてしまってたので、まあなるべくこのノートパソコンスタンドですね、ボヤタっていう名前でいいのかな、 BOYATA ボヤタですかね、一応ねこの Amazon のランキングでもベストセラー1位になっているノートパソコンスタンドを使っています。まあねデザイン的にもね、非常にノートパソコンとねすごいしっくりくるので、まあ、相性もいいのかなと思いますし、まあインテリアとしても結構ね映えてるのかなと思います。机とですね、まあラックの間にデッドスペースがあったので、ここにまあ22リットルのですねリスというブランドのトランクカーゴですね、収納ボックスですね、はい、それを2台スタッキングして積んでおります。でちょうど高さがねこのデスクと合うので、まあここにね、一応なんかこういう飲み物とかね、スノーピークの下まんかった飲み物とかで、コーヒーとか入れて、まあ飲みながら作業するとか、そういったこともしています。あとはこれ何回も動画で説明しているんですけれども、 USB-C ハブが必要なので、まあ自分はこのアンカーのエクスパンドコアイーサネットハブっていうやつを使っています。まあ、USB-A の差し込み口が2つあって、で LAN ケーブルをつなげられて、パワーデリバリー機能もある差し込み口もあれば、マイクロ SD 普通の SD カードも入れられるし、 HDMI もつなげることができるので、これ1台で万能なものになっているので、まあこれで十分かななんて思っています。基本的には、まあ買ったものといえばそういうスタンドですとかデスク、まあ椅子もそうですが、あと収納ボックスぐらいになってきますかね。 1K6 畳なんで、まあ、全体を通してみてもこれがねものすごいねデスクがこじんまりしてて、かといってねなんかこう作業をするスペースがほとんどない、なんか物を置くスペースがほとんどないってわけじゃないので、まあ、こういったところにリモコンですとか冷暖房とか照明のねリモコンとかも十分置けたりもするので、まあ、非常にいいのかなと思います。テレワークがいつまで続くかわからない人ですとか、これからテレワークに切り替えるようになってしばらく続けるけれども、まあ、あんまりこういう椅子とかこういうデスクを用意してない人ですとか、これから探さなきゃなって思う人にとっては、まあ、これぐらいのね設備さえ整っていれば基本的に困ることはないのかななんて思います。もしですね、まあ、参考になったらいいねと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まあルーム全体、家自分のね今住んでる部屋の全体はですねルームツアーの動画がありますので、ぜひそちらもね合わせてご覧いただければなと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。